皆さんこんにちは。今日はですね、スプラトゥーンの一番くじをやってきました。2月9日に発売されたスプラトゥーンの一番くじなんですけど、全部で15回やってきたので、全ての景品をねご紹介したいと思います。でいつも通り下位賞からご紹介していくので、上位賞だけ見たいよって方はちょっと飛ばしてみてください。プンチャンネル。じゃあまずは H 賞2つ当たりました。ラバーチャームコレクション全8種、これがスクスロのデザインと、これはあのブランドのロゴだよね確か。開けてみます。はい、こんな感じです。結構大きいね、大きめで、裏はこんな感じ。チャームなので、ここがねキーホルダーじゃなくて、キーホルダーに付けれる感じになってる。はい、もう一つはこんな感じです。スクスロのデザインですね。H 賞はこの2つのラバーチャームコレクションが当たりました。次 G 賞は4つ当たりました。生かしたバスタイムセット全4種、この2つが被っちゃってて、他のスポンジと入浴剤が2種類で、これタコデザインと、これイカのデザインで、イエローとブルーの U。 どれか1個開けてみよう。中にはこのスポンジが1つと入浴剤が2つ入ってます。これね、ツイッターで2色一気に入れて違う色にするっていうのがめっちゃ可愛かったので、ちょっともったいない気もするんだけど、2色いっぺんに入れるのがねちょっと面白いかなと思います。スポンジはこんな感じです。可愛い。 G 賞は入浴剤とスポンジのセット、生かしたバスタイムセットが4つ当たりました。次 F 賞は3つ当たりました。これネックストラップが1つ、これがネックストラップで、これがハンドストラップ、イカとタコのデザインです。これ開けてみたいと思います。開けてみました。ここを iPhone ケースに入れてぶら下げるって感じです。紐がねスプラトゥーン3のデザインになってます。ちょっとハンドストラップも開けてみよう。ハンドストラップはこんな感じです。ここの部分はね一緒なんだけど、ストラップが短いです。デザインもちょっと違うね。ハンドストラップの方はインクのデザインになってます。これも使いやすそうな気がする。ここのデザイン違うんだね。はい、 F 賞は3つ当たりました。次 E 賞も3つ当たりました。全部で4種類あるみたいです。生かしたカスタムネームプレート、こっちはカタカナのシールが入ってる、こっちはひらがなのシールだね。このバッジのシールもちょっと違うんだよね。ほら、これクマさんプレート欲しかったんだけど、ちょっと残ってなかったですね、残念。このネームプレートにこのシールを貼って、自分のオリジナルのネームプレートが作れるっていうものになってます。私だいぶ前にネームプレート自作したんですよ。これがねあるので、こっちはねいとことかにあげようかなと思います。まあ、これもね可愛いから一つは作ってみようかな。はい、 E 賞は3つでした。次ね D 賞が残ってなくて、ガチアサリのポーチだったんだけど、私ガチアサリだけね本当に大好きなんですけど、ちょっとねこれは残ってなくて残念でした。じゃあ D は飛ばして、次 C がこちら、万太郎のブランケット。これくじの中でも一つしかない賞になってます。ちょっとね開けていきたいと思います。はい、万太郎の顔がデカデカと出てきました。ここねモフモフしてる、気持ちいい、かわいいね。万太郎かわいいね。ちょっとねこう物撮りだと見えづらいと思うので、私が羽織った動画をどうぞ。はい、羽織ってみました。こんな感じです。結構大きいね。ここにねボタンがついてるので、これを止めてこんな感じで羽織ることができます。かわいい。これね裏もちゃんと柄になってるので肌触りがめっちゃいいです。はい、ということでね、C 賞は万太郎のブランケットでした。次はね探し求めてた人も多いんじゃないかなと思います。こちら熊さん型貯金箱です。これね私も一番欲しかった。ちょっとね開けていきたいと思います。はい、開けてみました。すごいねクオリティめっちゃ高くない？これ、あ、アンテナも伸びるあ、めっちゃ伸びるじゃん。ほらこのね鮭もめっちゃリアルですね。
塗装も細かいですね。結構私はサモランもめちゃくちゃやるので、フェスよりビッグランとかバチコンの方が私は好きだったりするんですけど、なのでね、これは本当に残っててくれて嬉しいです。めっちゃ可愛い。バイトしろって言われそうですけどねまあね、働いたお金をクマさんに貯金したいと思います。次、こちら A 賞、動くジャッジくん、ホジャッジくん、アラームクロック。これもね残ってました。嬉しい。開けていきたいと思います。はい、開けてみました。ジャッジくんとホジャッジくんがねめちゃくちゃリアルですね。後ろのねロゴとかステッカーもめっちゃ可愛い。単三電池が3つ必要なんですね。多分あと2分後に。はい、アラーム鳴らしてみました。最終的にね負けてますけどね私結構アラームね5分おきにかけるタイプなので全然起きれない人なんですけど、もうちょっとね音大きくてもいいかなって私は思いますけどね。ちょっとね起きれる自信がないのと、こうね自分で止まってくれるのでね起きなくてもいいっていう感じになっちゃうので、目覚まし時計としては私は起こせないかなって思うんですけど、はい、ということでね、 A 賞の動くジャッジくん、コジャッジくん、アラームクロックでした。はい、 A 賞をご紹介したのに次があるのかっていう感じなんですけど、あります。じゃん、画角に入りきらない。見えるかな、帝王のぬいぐるみです。ちょっとね開けてみたいと思います。はい、開けてみました。入るかな。こんな感じです。めちゃくちゃでかい。肌触りがねめっちゃいいです。結構ね足かわいいね。なんかぽよぽよしててかわいいです。帝王イカのぬいぐるみ出るの初めてだと思うのでめっちゃ嬉しいですね。緑色で超かわいい。これね上手に飾りたいと思います。はい、ということでスプラトゥーンの一番くじ A 賞から H 賞までご紹介してみました。今日も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また見てねー。